SA-1 は1961年10月27日に発射されたアメリカ合衆国のアポロ計画で使用されたサターンロケットの初号機である。サターンロケットシリーズの初号機であるサターン I 型ロケットが発射されたのはこれが初めてであった。サターン I はそれまでにアメリカが打ち上げたどのロケットよりも巨大なものであった。全長は1958年に アメリカ発の人工衛星エクスプローラー1号を地球周回軌道に乗せたジュピター C の3倍で6倍の燃料を積み10倍の水力を発揮することを要求されて開発されたものであった。この時点で NASA はすべてのシステムのテストがまだ完了していなかったため SA-1 は1段目だけが発射され他のロケットは別々に発射実験が行われることになった。 最初の飛行では、ジュピターロケットの先端部分のカバーがダミーで取り付けられ、地球周回軌道には到達しなかった。サターンロケットの発射は、これが最初であり、各方面のシステムはまだ開発段階にあった。ケープカナベラルに輸送船でロケットが搬送されたのもこれが初めてで、将来のより大型のサターンロケット開発のために、様々なテストを行わなければならなかった。 1> 第1弾ロケットとダミーの上段部分は輸送船、コンプロマイズ号に乗せられて、1961年8月15日に到着した。輸送する途中、海図の不備によって4回も座礁するなどの事故に遭遇した。いろいろな問題を抱えながらも、ロケットは予定から5日遅れで34番発射台に設置された。この時代には、ロケットのテストを行う各種装置は、 完全にアナログで、管制官はロケットに接続されたケーブルを通して、管制センターから手動でモニターしていた。発射台上の SA-1961 年10月26日午後12時30分、ロケットに燃料のケロシンを注入するテストが開始された。作業は問題なく行われ、発射の前に注入した燃料は一旦すべて排出された。 翌日の午前3時、今度は液体酸素を注入するテストが行われた。タンクの容量の10%まで入れた段階で、漏れがないかどうかをチェックし、97%の段階まで急速に注入し、その後はゆっくりと満タンにした。悪天候にもかかわらず、ロケットは予定からわずか1時間遅れで発射された。飛行そのものは完璧だった。SA-1 は、 高度 136.5km まで到達し、発射地点から 345.7km 離れた大西洋上に落下した。唯一問題があったとすれば、エンジンが燃焼停止したのが予定よりも1.6秒早かったということだけであった。ありがとうございます。